夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記。夢百ラジオ、今回からは2週にわたって月影の国編でございます。今回は僕ら2人でお届けします。次回からはゲストが登場していきます。でございますよ。次回は立花さんが来てくれるんです、うん、めちゃめちゃ楽しみです。ギルバートですよ皆さん。いや僕の大好きなギルバート。あそうなの。そうです。あのでイベントでも多分あれだったんですけど、そうちょっと気になってるという。ちょっとそれは立花さんが来た時にぜひ公開していただいて、撮っておきます。そのね、はい。いやですね、月影の国ってどんな国なんでしょうね。そう実際月影の国っていうぐらいだから、うん、月超綺麗なのかなみたいな。そうですよね。すげえ適当だけど月があって影があるみたいな。そのまんまじゃね。でもなんかそういう国の特徴とかもね、うん、僕らもねそんな知れたらいいよね。そうですね。やっぱさちょっとこれ旅風番組だからさ、今後していきたいことね、はい、やっぱその旅、その今回は月影の国からお送りしておりますみたいなさ、中継的なさ、どうでも全然特徴知らないじゃん。確かにそうなの。いやパッと出てこないですよね。パッと出てこない、うん、雪とかの国だったら分かりやすいじゃん。そうそう、あとかまあ海賊とか、まあそうね、うん、そうね、分かるじゃない、うん、月影の国ってずっと暗いのかしらみたいなさ。僕ずっとそう月影って何なんだ。どうなんですか。そうそんなことない。ちゃんと朝もある。朝も昼も存在する。特徴としてはどんな特徴があるんですか。月が綺麗。月影饅頭とか売ってるんじゃないですか。ご当地名物月影饅頭。ツッキーちゃんとかいるのかな。ツッキーちゃんとかいるのかもしれないね。ゆるキャラね、駅前に立ってるんでしょうね。ツッキーちゃんと着ぐるみ着て。いや分かんない、適当なこと言ってますけどもね、いやね、そう言ってね、なんかそのね、なんか国ごとにね特徴とかを生かしたね、うん、なんかラジオとかにもしていきたいなってそんな風に思いますので ね、 あ、でもそうですね、今後ねいろいろとねチャレンジしていきたいなと思います、うん、ということでタイトルコールいきましょうか。はい、せーの、ナビとキエルの旅日記、月影の国前編。改めましてこんにちは。夢王国と眠れる100人の王子様、ナビ役の山下大輝です。キエル役宮崎優です。はい、この番組は現在放送中のテレビアニメ夢王国と眠れる100人の王子様を100倍楽しむためのウェブラジオでございます。時には2人で、そして時には様々な国からゲストにお越しいただき、一緒に作品についてお話していく旅風番組でございます。はい、ということで2回目ですよ。はい、前回の放送いかがでしたか。あのめちゃめちゃ楽しすぎてすごい喋りすぎちゃったからそうだね。そうなんですよ、意外とね。だからそこちょっと今回は意識しつつ、それぐらいね、もう本当に喋りたいことがたくさん出てくるようなね、本当ね素敵なね作品なんでございますよ、はい、夢百は。今日でもね喋りたいこと喋っていきましょうよ。はいね、ということでですね、ここで普通歌が届いておりますよ。姫ネーム、姫ネームって面白いな。いやでも絶対姫ネームだと思いました。姫ネーム、厚葉さんからいただきました。厚葉姫からいただきました。厚葉姫、はい、からいただきました。ありがとうございます。事前登録からなんとなく始めてあっという間に3周年、ここまで続いているゲームは初めてで、夢百を通じてたくさんの姫様と出会えることができました。姫様と、うん、そしてついにアニメ化、テレビで動いて活躍する王子様を見られることが今から楽しみです。できることなら夢百は全王子が見たい。あ、なるほど。現在200人近くいるので、アニメに登場する王子は限られていると思いますが、お二人は推し王子、気になる王子、友人になりたい王子はいらっしゃいますかといただきました。なるほど。そうなんですよ、この夢百、夢王国と眠る100人の王子様って言っている割にはですね、うん、もう200人近くの王子様ってなってるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ、あの例 の、 あのアイドルグループと近いものがありますよ ね、 ね、どんどんね、そう増えていく、ね、その数字じゃないっていうね。もうその数字ではないです、そうなんでございますよ。そうね。いやほんとどんどん増えていくから、タイトルどうしようみたいな ね、 多分スタッフさんのね項目みたいなところもあると思いますし、もう僕としてはもうここまで来たらもう1000目指せって思ってる。あもうどこにも追随を許さない王子たちも、もうなんだろうな、他もう王子1000ってすごいですけどね。
王子飽和状態にしよう。そう溢れんばかりの王子たちよ。え、その王子誰みたいなもうことになりそうですけどね。もうそれぐらいもうとんがっててほしい。もう夢100には確かに行き切って貫いてほしい、うん、夢戦を目指して、夢戦目指していただきたいですけども、なんかどう、はい、推し王子、さっきもちょっとギルバートって話してたけども、うん、他にいます？それこそ前回のイベントで、うん、オリオン王子、はい、山下さんと半ズボンの人ね。そう半ズボンの人あれですよね、鈴村さんと山下さんがお話ししたの聞いてたんですけど、そうなんですよ。もうあの話を聞いてから、はい、本当にオリオン王子が桜井さんにしか見えなくなってあのハーフパンツの、そうそうなんです、そう膝上のね、膝上ハーフパンツの、そうもう一番記憶残ってますね、鈴村さんがそうなんです、ボソッとこれ夏の桜井だそうなんです確かにと思って。そうなんですよ、桜井さんってやっぱりその洋服が特徴的だったりして、うん、すごくこうファッションが、うん、ね、もう桜井さんのファッションを、そうそうそう、独自のされるんで、うん、あれこの感じ桜井さんって思ったもんね。その上がなんかひらひらなこういう感じ着ててそう涼しげな、そうこう世界に一着じゃないでしょその服みたいないう感じとかがもう桜井さんっぽくってたまらないよね。リンクするよね、やっぱこうキャラクターと中の人ね、なんかするんですかね、どこかしらでこうリンクしてるよね。そう実は似てないって自分では言ってらっしゃるけど、うん、肩から見るといや似てるよっていう、そう部分って結構あったりして、いやね、そういうのは結構多分他の王子もあるんじゃないかなって。これからね、うん、第2話第3話第4話と出てくる王子様にもきっとそういう部分ってあるんじゃないかなと思うので、楽しみでございますね。そうですね、いやなんかどうですかね。ちなみに山下さん、友人になりたい王子とかは？そうだな、どうだろうな、友人になりたい、また友人になりたい、王子と友人になりたいっていう感覚がまずわからなくてそこからまあ確かにね、ちょっと気持ち分からなくなる、ちょっと遠いですよね王子。そうなんだよ、うん、王子って王子じゃない、そう崇めなきゃいけないから、どこへ行っても王子じゃない の、 あの庶民からするとね。だって今の日本からすると、皇太子、そう友達になりたいとか友達、おこがま、おこがま、それそうおこがまそれおこがまだからねえ、ね、ちょっとねなかなか考えられないんですけども、うん、確かにね、すごいフレンドリーな王子っていうと、うん、もう今出てきてるキエルとかね、うんうん、あ、まあ確かにキエル、そうですね、そうなの、王子感ゼロじゃん、うん、まあそうかさないですよ、そう今のところ王子感ゼロじゃん、そうだからまあキエルだったら友達になったら楽しそうかなっていうのはね、そうそう楽しそうだなっていうのも分かるよね、うん、なんか何も考えずに一緒にいられるかな、そう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 っていうのはあるかなって思いますよね、うん、いやね、本当に個性豊かな王子たちが出てきますのでね、これからね、初めて出会う王子とかがいましたら、気になる王子とかがいましたら、ぜひね、いろいろね、はい、膨らませて、楽しみにしていてください。はい、そして、この番組では、皆さんからのメールを募集中です、はい、メールアドレスは夢100radio@gmail.com、 夢100radio@gmail.com です。アニメ、番組の感想、ゲストへの質問、コーナー、王子様の一声当てなど、たくさんのメールをお待ちしています。ということで始めていきましょう。僕たちと一緒に夢世界を旅しましょう。夢王国と眠れる百人の王子様、ウェブラジオナビとキエルの旅日記。まずはこちらの企画です。夢百プレイバック。現在までに各局で第2話まで放送されておりますということでですね、うんうん、いかがでしたか宮崎くん。いやー、これもうあれじゃないですか、気になる終わり方をしたんじゃないですか最後。そうですね、そう、キメちゃんが結婚っていうところで終わっちゃったんでそうですよ、壮絶ですよ。そう、えもう旅できなくなっちゃうじゃんみたいなところ、結婚ね、そう唐突にね、そうお主っつってね、そうとどまんのここにみたいなところで終わっちゃってるので、びっくりですよ僕ら3人ね、ちょっとねえってなってますからね。そうそうそう、あの門にね、あの締め出されて、そうなんです、僕らそうどうしようかみたいなところだったと思うんですけど、いやね、今回ですね、王子というか印象的なキャラクターが2キャラ登場したんじゃないかなと思いますね、はい、まずはゲイリー、うん、ね、寡黙な感じに見えて実はすごく優しい、
そうです、キャラクターでございましたね。キエルからするとクッキーを恵んでくれた人ですから、ね、そうですよね、食べ物をくれる人、いい人、みんないい人、そうもうみんな神様、食べ物好き、お前いいやつ、いやキエルそんな全部カタカナでしたけど今多分ねそうだよ、全部カタカナ、ね、はい、とてもいい人でしたよね。いい人でしたね。でもやっぱ戦うとね、すごく王子様前としているというか、ボウガンを駆使して盗賊団を追っ払ってくれます。そうですね、すごいよね。なんかこう王子様のイメージって勝手なイメージだけどさ、うん、剣を剣を持って、うん、まあいわゆるアビーとかのイメージが強かったんだけど、うん、こう王子でもいろんな武器を使うっていうのに僕はちょっと少年心くすぐられましたね。確かにボウガンも使うんだみたいなところ、そう RPG 感、うん、RPG 大好き人間だからさ、そういった装備とかそれぞれ違うのちょっとワクワクするんだ。確かにね確かに確かに、剣使いそうですもんね。そうなの、うん、剣みんな使ってそうなイメージだったから、うんうんうん、王子って、あ、ボウガン遠距離ってことはポジションこの辺かなみたいな、あ、確かに、ね、配置ここら辺かなみたいな、そう、後続というか、そう、うん、後列に控えてる感じね。そうっていうね、確かに確かにそれはあるかもしれないですね。そういうところがね面白い、僕的にはゲイリーが出てきて、あともう一人、もう一人、あなたの大好きなギルバート、もう僕の大好きなギルバートでございます皆さん、この2話だけ見てると超やばいやつじゃない これねまだ話せない、貴様見ていたなっていう、そうなんです、もうちょっとこの怪しい人何なのっていうところで多分終わってると思うんで、そうなのよ、そう見てしまった、姫様が見たっていう、捕らえられてしまった、そしてもう結婚までみたいなところなんで、そうなのよっていうね、本当に気になる終わり方なんですけどね、うん、やっぱねギルバートにもね、うん、隠された秘密というというか、そうなんです、っていうところがねあったりするんではないでしょうか、はい、気になる終わり方でございました、はい、いやこれさ気になったところがあって、はいはい、今回これあなた第2話の台本、うん、はい、自分のこれは僕が持参しました、第2話に関しては持参したの、すごいね、今あの山下さんが僕の、書き込みをものすごく眺めてらっしゃいます。うわすごい書き込むんだ、僕個人としては非常に今恥ずかしい思いでいっぱいでございますが、あーなるほど、飛びかかって振り払われやめて、突進して返り討ちに遭う賊、僕の動きを、すごい、うわ恥ずかしい、素敵素敵、いやたくさん書き込んでる、素敵だねもうね、いろんなねやっぱこう台本でね性格が出たりしてさ、ね、人それぞれですよね、人それぞれでね、うん、なんかこう全然こう書き込まずにその時のインスピレーションで演じる人もいますし、うん、そうなんです、すごい書き込んで緻密に計算されて ね演じる方もねいらっしゃいますよね、ので本当それぞれなので、こうやってね人柄がこうやって台本からね見て取れるので、うん、すごい、もう今人柄を見て取られる宮崎くんのねちょっとねプライバシーをちょっとね、はい、覗き込んでしまいました。ということでですね第3話もお楽しみに、はい、以上夢100プレイバックでした。夢王国と眠れる100人の王子様、ウェブラジオナビとキエルの旅日記。続いてのコーナーはこちら、王子様の一声よ。王子様の贅沢な美声を使用していただき、皆さんのメッセージへ素敵な声でコメントしたり、リクエストのあったセリフを一声読んでもらうコーナーです。うん、でございますね。早速ですね、はい、前回からたくさんのお便りが届いております。いろんな姫から、はい姫ネーム、もうラジオネームで書いてあるけど姫ネーム、姫ネーム、はい、ガチ恋の極み乙女姫からいただきます。すごいですね、ガチ恋の極み乙女、ガチ恋の極み、あーなるほどなるほど、はい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 、ということでございます、うん、山下さん、宮崎さん、こんにちは。うん、こんにちは、こんばんは、こんばんはですですさて本題のですね、ナビ&キエルに言ってほしいセリフなのですが、うん、お腹いっぱいでご飯を全部食べられない時に、もう仕方ないな、手伝ってあげるからスプーン貸して、はい、あーんと言ってほしいです。はあ、なるほどね、なるほどね、なるほどなるほど。これ今回は前回2人ですね、あ、それぞれか、なるほどね、ナビとキエルに言ってほしいんですって。なるほど、どうしましょうか、じゃあ僕行きましょうか。それではナビの一声まで3、2、1、どうぞ。もう仕方ないですね、手伝ってあげますからスプーンを貸してください。はい、
あなにやれごめんなさい、どうしたの、なんかいや、なんか勝手に終わらせちゃった今ブツッと、なんかやばい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 、これは大問題だうわー起きてたおはよう、今ちょっと飛んでたかもしれない、おはよう、今夢の中にいたね、あ、はいとあんの間でちょびちょっといや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 、続きましてね、こんな感じでございますよ、はいはい、ナビが言うと。あーでもそうですね、非常に可愛らしくて羊らしかったセリフでした心心あなた役者心込めて申し訳ない非常に可愛らしくてね非常に羊らしいセリフでしたすいません心込めて、はい、よし、ということでじゃあ僕から消える、はい、いいですか準備、はい、いきますよ、キエルの一声まで3、2、1、どうぞ。あ、もう、もう、姫ちゃんそれ食べられないの？でも食べなきゃいけないけど、でも、でも食べたいな。ちょっともらってもいいかな？いい？あ、じゃあちょっといただくね。ありがとう、美味しかったよはい、お前が食うんかい、お前が食うんかい、まあね、そうね、はい、確かに、キエルだったらそうだと思う、そう、多分こういう感じで食べんのかな、確かに確かに、食べられないんだったら僕にちょうだいっていうタイプだよね、多分そうだと思います、そうだよね、はい、そうだと思うわ、え、なんかでもただもうちょいうまくやりたかった、いや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 、すごい、ありがとうございます、いい感じの、はい、それでは姫ネーム千代さんからいただきました、山下さん宮崎さんこんばんは、こんばんは、早速ですが、うん、私は可愛いナビくんが大好きなので、ナビくんに、はい、姫様大好きですって言ってほしいです、アニメとても待ち遠しいですね、そしてこれからもアプリやアニメで可愛いナビくんに会えることを楽しみにしております、姫ネーム千代さんからのえリクエストでございます、ナビくんに姫様大好きですと、すごいド直球なの来たねこれあのゲームとかでもこういう直球なのってあるんですか、 あんまりないかもしれない、ないですよね、多分ゲームもやってて多分ないからですよね、でナビなんかな、ね、ナビゲートする役割だし、そうなんですよ、うん、なかなかね言わないと思いますよ、本当に言ってほしいんでしょうね、大好きなんだと思う多分、じゃあナビお願いしてもいいですか、わかりました、じゃあ振らせていただきます、ナビの一声まで3、2、1どうぞ、背景姫様、いつもおそばにお仕えしていて、いつも大切に思っております、言葉では直接お伝えすることはできませんが、姫様大好きです、しおちゃんあなた幸せだねこんな、いやだってこの2ワードが欲しかったんでしょ、今すごいすごいもらっちゃいましたよもうこれは羨ましいそう直接はね絶対言わないのよ、うん、あなるほどね、そうなの、ここだけは守りたい、うんうんうん、ここだけは守りたい、こうやっぱ羊らしく背景ってところから始まるんだよね手紙形式ね、だから直接は伝えてないのよ、はい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 、だからこの手紙も届くことはないの、え、そうなんですよ、あ書いてるだけなのナビとしては、何それ何それ切な、これを届けることはないです、これと、え、千代ちゃん直接だから手紙本編にも絶対にないです、本編にもないもうあのそうなんです、世に出ることはないですこの手紙、うわー貴重っていう勝手な妄想いやいやまあまあまあ、でもいやこれ千代ちゃん的にはすごい
すごいんじゃないですか。今多分泣いて喜んでるんじゃないですかね。いやいやいや、わお、はい、っていうコーナーです。いやちょっと、あ、今日悔しいな。ちょっと次回に期待です。次回はですね、なんと月替えの曲からね、立花さん来ていただきますので、立花さんにやってもらおう。ザ王子様が、うわ、勉強させてもらおう。はい、僕らもね、本当勉強になると思います。そうですね、はい。はい、でございます。そんなわけで皆さんからのメールお待ちしています。以上、王子様の一声でした。夢王国と眠れる百人の王子様、ウェブラジオナビとキエルの旅日記。ということでエンディングの時間でございます。第2回目いかがでしたか。ねえ、ちょっと僕はさっきからのあの一声もうちょっとやりたかったなと。悔しかったですか。引きずっております。いや、僕もやっぱそうですね。いや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 、もうちょっとね、あの宮崎くんのを見てギャグ要素入れた方がいいのかなみたいな。いや、そんなことなかったですよ。ナビでやるとね、やっぱどうしてもそうなっちゃうよね。しっかりと伝えようと思っちゃう。背景のやつめちゃめちゃ良かったですけどね。いやいや、ね、次回はですね、立花さんがいらっしゃいますので、はい、立花さんに言ってほしいというか、ギルバートに言ってほしい一言とかね、うん、そういうのもね、ぜひ皆さんで送っていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで夢100からのお知らせです。テレビアニメ夢王国と眠れる100人の王子様は東京 MX 他にて毎週木曜日24時から放送中でございます。キャストイベントへの優先券や豪華特典満載のブルーレイ &DVD第1巻は9月28日発売決定でございます。現在予約受付中です。はい、僕キエル役宮崎優とアビー役鈴村健一さんが歌うエンディングテーマシークレットドリームズも8月29日に発売が決定しています。うん、そして現在公式サイトではテレビアニメ放送と連動してあなただけのエピローグが楽しめるスペシャルエピローグも公開中。現在は2話のエピローグに参加することができるので、ぜひぜひ公式サイトをチェックしてみてください。ケイリー王子が登場していますよ。お、気になりますね。そして次回はゲストにですね、月影の国からギルバート王子を演じております立花慎之介さんがいらっしゃってくれます。立花さん宛てのメールお待ちしております。そして4回目5回目にはですね、人魚の国からですね、サラサ役の鈴木優斗さんがいらっしゃいます。優斗くんにもぜひお便り送ってください。よろしくお願いします。番組のメールアドレスは夢100radio@gmail.com 夢100radio@gmail.com です。アニメ番組の感想、ゲストへの質問、コーナー宛てなど、こちらのアドレスの方へ、よろしくお願いいたします。お願いします。ということでここまでのお相手はナビ役の山下大輝とキエル役の宮崎優でした。バイバーイ。